こんにちは、書評家の三宅佳穂です。今回はですね、前回に引き続き、健吾さんに来ていただいております。はい、健吾です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いや、もう前回の動画ではめちゃめちゃ面白い TikTok というか、なんか健吾さんの仕事論みたいなの割と聞けてちょっと自分はプロフェッショナルを1時間見たみたいな気持ちになってるんですけど、よかったです、そう言っていただけて。なんですけど、ちょっと今回は本の話もできたらいいなと思っていて、はい、私の最近新刊が出て、推しの素晴らしさを語りたいのにやばいしか出てこないという新刊が出たんですけれども、ありがとうございます。僕も購入させていただきました。ありがとうございます。すいません、本当にありがとうございます。で、この本の中で結構なんか推しをまあ語るっていう本なので、なんか YouTube とかでちょっと皆さん推しの本、なんか推しおすすめしたい本とか、あと好きな本についてちょっと語ってもらえたらいいかなと思って、この企画をやってみてるんですけど、ちょっと健吾さんの、さっきなんか白夜行が割とこう、はい、なんだろう、本を好きになるきっかけになったっていうお話もあったんですけど、はい、好きななんか本とか、おすすめしたい本があったら、まずはちょっとお聞きしたいなと思いまして、はい、まあ好きな本というか、はい、まあ、僕が小説好きになったやっぱきっかけが東野圭吾さんの作品なので、やっぱ僕はこう東野圭吾さんの作品っていうのは全面的に推したいなとは、そうなんです、ね、思いますね。ちなみにその白夜行ってめちゃくちゃ分厚いじゃないですか。めちゃくちゃ分厚いですね。なんか文庫でね、こんぐらい本当に誇張なしであるんですよ。ありますね。あれなんで読もうと思ったんですか。結構ハードル高くないかなって。多分これめちゃくちゃこう、白夜行を選んだ人の中でかなり稀有な選び方をしてる自信があって、当時大学1年生の、まあ、健吾くん、はい、もう健吾くんは全然小説を読んだことがありませんでした。言ってましたよね、はい、うん、全くありませんでした、はい、でも彼は、趣味が欲しいと思いました。趣味、はい、珍しい。僕ずっと高校まで、高校からまあ大学も野球やったんですけど、うん、すごく厳しい環境で野球やってて、うん、特に高校は、はい、趣味とか遊びとか全くできなかったんですよ。高校3年間の青春が抜け落ちてるんですよ。あ、なるほどね。冗談抜きに。だからまあこう野球以外やってなかったから、はい、大学に上がって、まあ、それまた厳しい環境だったんですけど、うん、高校の時からよりは時間ができた。だから趣味を作りたいと思ってます。なるほどなるほど。でもいかんせん当時お金がなかった、はい、やっぱ大学生ってそんなにお金持ってる方少ないじゃないですか、はい、だからもう僕も例外なくお金がなくて、うん、こうとにかくコスパよく楽しく時間を、はい、潰せる趣味を欲しかったんですよ、はい、でそれで小説ってどうかなって思い立ったのが初めてのきっかけで、すごい。でもうこれもめちゃくちゃ覚えてるんですけど、はい、神奈川県 の, 横浜の方にある多摩プラザ駅っていうのがあるんですね、はい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 、多摩プラザ駅に有林堂さんがあるんですよ。あ、僕はその有林堂に、多摩プラザ駅の有林堂に足を運んで、はい、まあ、近い、まあ、書店さんだったので、うんうん、でもう大量にある本にまあ、困惑して、わ、小説ってこんなにあるんだみたいな。あ、 それまで本屋とか全然行かなかったんで。そうですよね、うん、で、でもどれを選んだらいいんだろうなって悩んでて、うん、でそこで光ってる、僕の目には光って見えた本があったんですよ、はい、それが白夜行、とんでもない分厚さと、まあ、黄色い表紙なんですね、はい、でそれがめちゃくちゃ目立って光って見えて、うん、あ、これだと思って、すごい。これならこう一冊でもとんでもない時間を潰せるじゃんって思って。なるほどね。それがもう本当に、まあ、変なきっかけであるんですけど、あと東野圭吾さんっていうお名前は知ってた、あ、読んだことないけど知ってたっていう感じで、うん、白夜行を手に取って買いました、うん、それが本当に全てのきっかけでした。じゃあ本当に運命の出会いだったんですね、はい、だからもう変な話、はい、最初に僕があんまり面白くないなとか合わないなっていう小説と出会ってたら、僕多分小説好きになってないです。確かに趣味にしようって思わないですもんね、うん、だから多分東野圭吾さんの白夜行という作品があったおかげで今こうして僕は活動していられる。いや、やっぱ東野圭吾さんすごいですね。いや、すごい方なんですよ。すごいな、なんか今さすが、なんかこの間1億株とか言ってましたよね。本当おめでとうございますですよ。でもなんか東野圭吾先生の出版界への貢献度が今ちょっと身に染みてわかりました。なるほどね。なんかその、作品に、読書に、はい、小説家さんに人生を変えられたみたいな話あるじゃないですか、うんうんうん、僕誰にも負けられない、負けないぐらい東野圭吾さんに人生変えられた。そういうことですよね。すごい。だってその本がなければ今の TikTok 活動も、はい、もしかしたら違うものになってたかもしれないですもんね。いや、そうなんですよ。本当に誇張なく人生を変えられた人間です。いや、マジでそうじゃないですか。すごい。だからもう推し本
は白夜行じゃなかったらおかしいかもしれないですね。僕は本当にそうですね、うん、だし今の話を聞いて白夜行読みたくなった人いっぱいいると思います。いや嬉しいですね。ちなみにあれ長いじゃないですか、はい、結構パッと読めたんですか。いやもう全然今でこそ結構本読むの早くなって、うんうんうん、だいぶスラーっと読めるようになったんですけど、うん、当時はやっぱ読んだ本もなければ、うん、で白夜行って集英社文庫さんで、多分1ページあたりの文字数っていうのもかなり多い作品なんですよ。ただね、2段組でしたっけ、あれ。それ、あの、単行本では2段組で。2段組の、はい、そうかそうか。文庫だと。文庫だと、もうこんな分厚いのに、1ページあたりの文字数も多いみたいな。確かに。結構ギチギチに詰まっているような本なんですけど、うん、だからやっぱり読むの最初時間かかって、多分1ヶ月くらいかかったんですよ。うん、あー、でもそうですよね。それぐらいちま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 読んで。本当になんか、もちろんゆっくりだったんで、はい、日には分かれちゃったんですけど、うん、あ続き気になるなけど明日朝早いから寝なきゃみたいな感じの繰り返しでしたね。いい話、はい、はい、そっからじゃあ、はい、あれなんですか、やっぱ東野圭吾先生のも読むようになったりとかしたんですか。じゃなくて、はい、2冊目を手に取るときに、はい、僕はあの思い立ったんですよ、まあ、今回1冊めちゃくちゃ面白い小説を読んだ、うん、でも次も絶対面白い小説を読みたいと思ったんですよ、はい、だから僕ネットで検索したんですよ。へ、面白い本とか売れてる本って調べて、で2冊目読んだのがあの宮部みゆきさんの歌詞だったんです。なんでそんなにいいラインナップなんですか。で感動したいわ。で3冊目が伊坂幸太郎さんのゴールデンスランバーです、はい、あもう最高最高最高。でこれ全く面白い話で、はい、当時僕宮部さんと伊坂さんを知らなかったんですよ。あなるほど。だから後々歌詞とゴールデンスランバーを読んで、後々本当に後々お作家さんってものすごく偉大な作家さんだったんだってことに気づいた。なんかそうですよね。でも伊坂さんとかも宮部みゆきさんとか名前すらなかなか聞いたことないっていう方の方が多いですもんね、うん、いやかもしれないですね。もう僕がそうだったように、うん、多分そうな、うんうんうん、そうである人が多いと思うんですよ。なるほどね、うん、いやでもいい3作品も、いや本当に奇跡のような3作品でしたね。奇跡のような3作品、毎回言われます。この話をすると、いや絶対言いたくない、わかる、最高の3作品じゃんみたいなは毎回言われます、ね、いやまあでも鉄板でも出版界全員に言っていきたい3作品セット。なるほどね。今好きな作家さんとか、なんか推し作家さんとかいるんですか。あ今好きな作家さん、そんな作家ごとでは読まないですか。そうですね、でもこうよく読んでる作家さんいらっしゃいます。あそうなんですね。やっぱりこう、まあ、東野圭吾さん、浅井亮さんとか、うんうん、あとは有川博さんとかは、はいはい、本棚見ると、まあ、特に多いなっていう印象。けど最近僕井上真紀さんの作品にハマってて、はい、でその作品、まあ、井上真紀さんの作品だったりとか、うん、あとはそうですね、まあ、新刊メインに読んでるんで、あそうですよね、まあ、新しく出てきた、うんまあ、文学賞とか受賞して出てきた新人作家さんの作品だったりとか、うんまあ、結構幅広く読んでるなっていう印象がありますね、うん、井上さんの作品とかだとおすすめとかってありますか。あの この場で進めていいのか分かんないんですけど、はい、今現在進行形で読んでる本なんですよ。ほう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 。現在進行形で読んでるの、つまりまあ読み切ってない、うん、けどもうこの時点でみんなに勧めたいっていうような本があって、気になる。それがもう井上真理さんの、アリアドネの声っていう、 もう新刊もう発売されたばっかりだと思う。これ面白いって思いながら今現在進行形で読んでる。ちょっと読もう。でも最近、あめっちゃ最近の本ですね。新刊中の新刊だと思ってて、で僕も2日前ぐらいから読み始めて、うん、今途中なんですけど、はい、これ本当にこうラストの展開がこう僕の中でなんていうかグッとくるものがあれば今年1あるなって思ってます。ちょっと気になりますね、はい、幻冬舎さんから発売されてる作品なので、この YouTube が上がってる頃には僕も読み切ってるし、うん、おそらく紹介してると思います。あじゃあちょっとその動画も一緒に見ていただいて、はい、最近の推し本ですね。おーいいですね。なんかね最近でも結構ここなんか本当数年で新人作家さんとかもすごい増えた感じ、はい、なんかこうグッと来てるぜみたいな作家さんもいっぱい増えた感じがして、うんうんうん、なんかこう作家さんって結構やっぱデビューちょっとあの、はい、遅かったりしますけど、うんうんうん、なんか同世代のね作家さんとかもすごい増えてきた、健吾さん世代の方も増えてきた感じがありますね、はいはいはい、そうですね、うん、僕らの年代20代の作家さんもかなり増えたなって思います、うん、ね、なんか東野圭吾さんの作品でおすすめ
最初に読んでほしいのはこれとかってありますか？最初に読んでほしいのは、うん、やっぱ鉄板中の鉄板ですけど、はい、容疑者 X の検証はやっぱり外せないなと思います。わかります。で若干こう踏み込んだ他のところに行きたいなっていう、はい、まあ、でもミステリーが好きで、うん、まあ、容疑者の X の検診だったりとか、そういったこうメジャーな作品が好きな方は、うん、悪意っていう作品の中でこうトリック的なもの、うん、こう驚きが大きかったのが悪意なので、悪意を結構したいかなと思いますね。なるほどね。あとはね、なんだろうな、なんか泣きたい人、感動したい人はやっぱ僕は時代っていう作品が大好きなので、懐かしい、はい、時代はすごいいいです。すごい読まれてますね。かなり読んでる派だと思います。さすがに全部は読んでないんですけど、東野圭吾先生もう多すぎて著作が何も追い切れていないという、すごい、多分今100冊そんなに出してるんだ、だと思うので、すごすぎる。東野先生ってなんか文体に波がないじゃないですか。うん、いや本当そうなんですよ。なんか私東野圭吾先生もちろんなんか中学生ぐらいの時に初めて読んで、はいはいはい、まあ、それこそ容疑者 X の検診とか、あの、まあ、あとなんか割と面白い、あの国章小説のシリーズとか割と楽しく読ん、あと名探偵シリーズとか読んでたんですけど、うんうんうん、なんか今大人になってて、まあ、この仕事をやり始めて読んだりすると、うんうんうん、なんか文章に波がなさすぎて逆に怖いみたいな、うん、なんか他の作家さんだと結構文体にこう、うん、なんかブームみたいなものがある感じがしてて、うんうんうん、なんか浅井亮さんとか伊佐幸太郎さんも割とこうやっぱデビュー当時と今とだとちょっと文体とか書き方とか違う感じがするんですけど、はいはいはい、東野先生って割とずっとこうじゃないですか、うんうん、ずっと面白いし、そうだと思います。安定感もあるし、ね、もちろんこれは東野さんご本人に聞いてみなきゃ分かんないんですけど、はい、多分東野さんって小説家としてかなり読者ファーストの小説家さんだと思うんですよ。あ、なるほどね。そう、めちゃくちゃ優しい、確かに。内側にかなり寄り添ってくれてる文体っていうか、分かりやすさ、頭の中で映像しやすさとか、そういうのは僕はかなり感じる作家さん。なるほどね。だからこそこう最初に読んでスッと入れたのかなとは思いますね。うん、でも確かに本さんもね、ご自分でも小説書かれたりしてると、はい、なんか参考にしたりとかするんですか？やっぱなんかこう、まあ、僕はやっぱり小説読むのが好きなんで、うん、思うんですけど、読みやすい文章っていうのは、うん、ものすごく大切だなと思って、もちろん重厚な文学作品だったりとか、まあ、そういうのももちろん価値はあるんですけど、うん、僕はどっちかというとエンタメが好きですし、うん、こう今から小説が好きになるとか、小説を読んだことがない人に向けて紹介しているっていうのも相まって、うん、まあ、読みやすさっていうのは僕の中でも重要な指針かなと思いますね。確かに、うん、なんかそもそも文体でやっぱり読みやすくないとこう読めないって感じしますもんね、うんうん、その先を。最初ハードル高くなっちゃうじゃないですか。やっぱなんか、まあ、国語の教科書とかで、ね、はい、結構、まあ、古典と言われるようなこう名作文学ってこう授業で取り扱われたりすると思うんですけど、まあ、そういう作品って本当に素晴らしい作品なんですよ、うん、素晴らしい作品なんですけど、やっぱ最初はハードル高くてとっつきづらいじゃないですか。とっつきづらい、うん、心とか何を言ってるのかよく分かってなかったです、うんうん、そう、だからこそなんかそういう作品の価値、いわゆる読みやすい作品の価値っていうのは、うん、読者に寄り添う、小説をこれから好きになる人たちに寄り添うっていうので、うん、ものすごくこう、まあ、業界として価値があるものなんじゃないかなと思いますね。本当にそう。だからなんか、まあ、最近で言うと、まあ、レーベルというか、ジャンル分けされているライト文芸作品、出版社さんで言うとメディアワークスさんだったりとか、はい、まあ、あとはライトノベル系の出版さんとか、うん、スターズ出版さんとかあると思うんですけど、うん、やっぱああいう作品のおかげで、うん、こう中高生の子たちがハスッと読書に入っていけるし、うん、まあ、大人が読んでももちろんすごく楽しめるし、うん、でこうどんどんステップアップしていけるっていうのがあると思うんで、やっぱこう読みやすいだったりとか分かりやすいっていうのはものすごく価値があるんじゃないかなと僕は思ってます。へ、はい、ライト文芸でこうおすすめの本とかって何かありますか？そうですね、ライト文芸でおすすめの本は、僕は結構写仙道ゆうきさんの作品はいいで、ね、読んでて、うんうん、多分初めて読んだライト文芸って言われるような、はい、作品が恋に至る病という作品だったんですよ、うん、あ、うんうん、
メディアワークスさんから紹介されてましたよ ね, ね、はい、ただあれが一番最初のワイドブックデビューだったかなって本気ありなんですけど、うん、思ってて、はい、でそこから車仙道さんのメディアワークスから出てる作品は結構片っ端から読んでいて、うん、面白いなって思って、なるほど、うん、やっぱ人気ですし、そうですよね、うん、なんかそれこそ車仙道さんも割とこう、まあ、ライト文芸となんか文芸をこう行ったり来たりとかつないだりする存在だったりもしますしね、うんうん、いやすごい そういう方がいるおかげで間違いない、はい、そういう作家さんがいるおかげでなんかこう回ってるのかなとか思ったりするんで、間違いない、なんかあれですよ、いつも思うんですけど芥川賞直木賞の他にこうなんかそういう入門賞みたいなのでもうなんかあればいいのに、うん、あったら面白そうですかね。面白そうですよね。まあなんかまあそれが、まあ本屋大賞がそれに近しいのかなとは思いつつも、なんかもっとハードル下げちゃってるのかなと思いますね。いや、わかります、わかります。なんかこう、うん、中高生、うん、中高生の師匠とかも、高校生の師匠とかもありますもんね。うん、なんかもうちょっとこう、まあうん、読書入門はこれみたいな感じのね、うん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 、まあでもそれこそ健吾さんがやられてる、うん、あのフェアとかその辺とかは割とこう、うん、なんだろうな、小説読み慣れてない子でも読めそうな本も入ってるイメージがちょっとあります、ねうん、結構そこは意識してますね。あ、そうなんですね、うん、やっぱりなんかまあちょっと話が飛んじゃうんですけど、はい、まあ、森江戸さんなんだよ、早見の香織さんって文芸もされてて、はい、かつ児童文学も書かれてる方、うん、カラフルだったりとか、うん、そういう作品あると思うんですけど、まあ、ああいう作品僕も大好きで、うん、それこそなんていうの、入門になるし、うん、こう初めて読むにはぴったりの一冊だと思ったりするので、まあ、そういった作品を中心にこうフェアとかでやらせてもらうときは、うん、選書させていただくことがあるんですね。あ、確かに、あの早見中薫先生とかももうしょなんか初めて読んだときはすごい、なんだろう、面白いとしか思ってなかったけど、はいはいはい、今読むとなんかなんて尊いことをしてくれてたんだみたいないや、そうですよね、この仕事に感謝みたいな気持ちになりますもんね。いや、本当に今もなお現役で、確かに児童文学、本当に小さい子だから、まあ、それこそもうあれは大人でも楽しめる作品なんで、いろんな方に支持されてる作家さんであると思う、ね、なんか早見です先生の本とかってこうなんか元ネタが分かる年になれば、それはそれで、うん、はいはいはい、あ、こんな元ネタ入れてくれてたんだみたいな気持ちでも楽しんだりとかできますしね、うんうんうん、大人が読んでも楽しいですしね、うん、すごいおすすめの本たくさん聞いたので、はい、ちょっと概要欄に、あの YouTube の、概要欄にいろいろリンクも貼っておきますので、本気になった方はそちらでも見てみてください。はい、もうぜひとも、特にアリアドネの声はまだ読み終わってないんですけど、いや皆さんに読んでいただいて、めっちゃ楽しい、私も読むのきっと紹介してると思うんで、はい、よかったら僕の動画を見てください。 あの貼り付けておきます。ありがとうございます。でも本当ありがとうございます。なんかすごいちょっと今日はパワーをもらった感じが、なんかやっぱ本紹介、なんだろうな、やっぱ本紹介してる時だと、うん、なんか虚空に向かって紹介してる気持ちになったりとかしませんか？あー、でもやっぱりなんかこう僕の場合はそれが、うん、まあ顔は見えないし、うん、どこの誰なのかが分かんないですけど、うん、コメント欄とかで面白かったですとか、これ気になりますみたいなものがあるから、結構めげずにやっていけるのかなと思うんで、だからまあ結構僕のコメント欄とか見ると、うん、あ、こんなになんかこう小説に興味関心持ってる中高生が多いんだとか分かるったりすると思うんで、うん、なんか僕的にはこう希望になってますね。でもそうですね、はい、ファンの方みたいな方は割とこう層がいらっしゃるんですか？あー、もう、まあ、でも初見の方は結構あ、でももうずっと見てくださってるフォロワーの方もいらっしゃって、やっぱ中高生の特に女の子が多いんですよ。その方がずっと見てくれて、で実際に僕の紹介を見て買ってくれてってしてるんで、うん、いい話。でも本当そういう子がね、なんかこう大人になってまたいろいろ本読んでくれたらいいなと思いますし、ね、はい、いや本当そうですよね、うん、なんかでもそういうやっぱ入り口すごい大事だと思う、うん、きっとね、あの一回好きになったら、まあ、忙しくて読むのやめたとかあるかもしれないですけど、うん、また読もうって思えると思う。確かに確かに確かに。それこそ僕は中高生の時の読書体験とかなかったんで、うんうんうん、だから、まあ、僕ができなかった分じゃないですけど、なるほどね。今現代を、現在進行形の中高生のみんなにはこう本読んでもらいたいなっていうのはありますね。いい話、うん、でも本当そうですよね。なんかやっぱちょっと触れておくだけでなんかハードル下がりますもんね、うん、いやそうなんですよ、うん、なんか 今の時代ってもう映画もこうサブスクで見れて、うん、YouTube も TikTok もいろんな動画コンテンツだったりとかあると思うんですけど、うん、本も悪くないよみたいな感じの
やっぱ接し方はしたいですね。なるほどな。別に本を読めっていうわけじゃなくて、本も悪くないよっていうのは言いたいかなと思います。確かに確かに、でもなんかちょっと評価も割とやっぱ本紹介する、はい、職業の一つだとは思うので、ちょっと元気今日ももらいました。ありがとうございます。こちらこそです。ありがとうございます。またぜひよろしくお願いします、はい。じゃあちょっと今日は健吾さんに遊びに来ていただきました、はい、皆さんぜひ健吾さん の, あの動画とかもいろいろ見てみてください。ありがとうございます、はい、じゃあ今日もありがとうございました。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。